こんにちは。Amazon 室サポーター堀秀夫です。オーストラリア Amazon 室チャットワークサポート特別モニター募集ページです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリア Amazon 室が稼ぎやすい。Amazon の販売力と集客力は、他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。Amazon を使って販売する方法を覚えれば、初心者でも6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。初心者でも確実にオーストラリア Amazon 輸出を始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少。日本では稼ぎにくくなる。年金問題。すでに年金は老後の暮らしを支える制度ではありません。インフレ、貯金や個人年金の価値が激減する。朝一でも40代と50代がピンチ、家計の危機をどう乗り越えるかという特集が組まれました。平均以上の収入を得ていても、想定外の出費によって家計のピンチに陥ることが少なくないと。で、しかも出費一番は子供の学費。子供の学費がね、もう払えないというような時代がもうすぐそこまで来てる。あるいはもう突入してると。人並みの生活はもはや高値の花。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。始めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア Amazon を使った輸出ビジネスです。日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし、低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら、低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。1日の売り上げが2000億円。これは日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げです。それが1日で上がる。これがオーストラリアの購買力です。私がオーストラリア Amazon 輸出マニュアルを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル。稼ぐために必要な情報をわかりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリア Amazon 輸出が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリア Amazon を使った輸出ビジネスです。物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。一方、オーストラリアの平均年収は約712万円。普通は共働きなので、平均世帯年収は1424万円です。しかも、高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。オーストラリア人はスイス人を抜いて世界一の金持ちになりました。これはヤフー知恵袋の質問です。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかと。まだ6ヶ月しかこちらにいませんが、ほとんどの家にキャラバンがあります。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、グルージングを持っていたり、そのお金はどっから出てくるんだって疑問に思っちゃいました。ちなみに、私がよくお邪魔する家は教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料高いってことでしょうか。したら、オーストラリアの教職の給料ってなんぼですかと。オーストラリアに詳しい方教えてください。まあ、オーストラリアに詳しいんで教えますと、まあこういうことですね。別に教職員が高いわけじゃなくて、平均世帯収入が高いと。なぜなら共働きが多いから。そして、ね、これはキャラバン、キャンピングカーのことですね。クルージング、クルーザーのことですね。まあそういうのを持ってお金をバンバン楽しく使っちゃうのが、まあオーストラリア人の標準です。オーストラリア人は日本人には理解できないぐらい所得が高くて金遣いが荒いです。日本には儲かる商品がいくらでもある。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。100円ショップで売っているクッキー二重まぶたにするアイテープ。これは1307円、13倍で売れてます。あるいは粘土。ね、こちらは5倍で売れてます。2個で1025円。あるいは1個で1000円弱、989円で売れてて、約10倍で売れることもあります。または6個セットにして3倍の1980円と。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。またおもちゃ、ベイブレード。日本の Amazon 1328円のベイブレードが、オーストラリアの Amazon だと3776円、約3倍で売れてます。また始まったばかりのね、Amazon でどんなものが売れるか。まあ eBay なんかをヒントに探すこともできます。これは eBay で売れてる、事例ですけど、炊飯ジャー 31,689 円で、日本の Amazon で売ってる炊飯ジャーが eBay では 59,507 円で売れてる。1.9 倍ですね。または 15,230 円で仕入れた炊飯ジャー 32,014 円。2.1 倍。業務用の炊飯ジャー 25,490 円で仕入れたものは 51,986 円。2倍。ヘアアイロン 2,469 円のものが 6,867 円。2.8 倍。ソニーワイヤレスコントローラー 8,500 円で仕入れたものが 15,122 円。1.8 倍。コピック 8,849 円で仕入れて 14,817 円。1.7 倍。プラモデルのミカサ 7,708 円で仕入れたものが 14,786 円。1.9 倍。タミヤのプラモデルのパーツ。ね、ドカティのオートバイのパーツですね。1,600 円で仕入れて 9,069 円。5.7 倍。家庭用プラネタリウムのセガホームスター 8,335 円で仕入れて 14,181 円。1.7 倍。またお菓子、ジャガポックル。5,990 円で仕入れて 11,789 円。2倍。あるいはウイスキー。4,320 円で仕入れて 12,359 円。2.9 倍と。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリア Amazon は今が絶好のチャンス。オーストラリアの Amazon はまだ始まったばかり。初心者はライバルのいない 今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。去年の6月、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと Amazon といえばプライムサービスがあってこその Amazon です。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。これからどんどん稼ぎやすくなります。今回のマニュアル、わからないことは聞けば解決するサポートがついています。だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。これはすでに稼ぐスキルを身につけて稼いでいる会員さんの実績を去年の年末、アメリカ Amazon の売り上げですけど、報告していただきました。30日間で 34,454 ドル。日本円で約380万円。で、利益は 30% なんで、月収約115万円。これを外注も使わず自分一人で1日数時間の労働でマイペースで取り組んで稼いでいらっしゃいます。まあ、他にも30日で 22,157 ドル、30日で 15,39 ドル、30日で 7,669 ドル、30日で 6,828 ドルというようなね、結果を出されている会員さんがいらっしゃいます。私が Amazon 輸出を教えるのに心がけていること。これは簡単なことでも教えると。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいない。また、私に聞けば5分で済むのに、自力で何時間も調べるのは時間がもったいないということでね、もう自分で調べずバンバン聞いていただいちゃって結構です。そして今回のマニュアルの中身、オーストラリア Amazon 輸出マニュアル。これアカウント登録。これはもう初心者向けに、丁寧に手取り足取りサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり、勘違いすると、英語がわかっていてもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてください。銀行口座開設。オーストラリア Amazon の売り上げを受け取るのに、オーストラリアへの銀行口座が必要です。しかし日本では開設できませんので、オーストラリアへの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわかんなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。それから商品探し、NG 商品。NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。これは郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない、つまり運べない商品です。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情による NG 商品。Amazon NG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、Amazon が販売を禁止している商品。これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。購入者からの問い合わせに対する対応。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識。Amazon で生き残るにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。Amazon からの問い合わせに対する対応。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。転売経験者ならではの注意点もあります。日本 Amazon との違いと注意点。アメリカ Amazon との違いと注意点。eBay との違いと注意点。Amazon のシステムは早いペースで進化します。マニュアルとは違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。週3回、月水金曜日にサポートメルマガを配信しています。これは Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。そしてチャットワークが回数無制限でつきます。チャットワークサポートが回数無制限でつきます。もうチャットワークはもうメールのサポートとかと違ってね、こういうふうにもう、23時に、返事をして、それに対する、答えが、返事がまた1分後に来て、さらにそれに対するね、質問を1分後にして、2分後にもう1回。同じ時刻にもう一回というふうにね、本当レスポンスよくやり取りすることも可能です。